このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら、アニメプリズマエリアツバエをレビューしていきます。ちなみに2クール目です。次のツバエフェルツがツバエ編の2クール目、通算3クール目になるのよね。ツバエヘルツは、その時になったら、レビューする方向で、で、なんで今更プリアシリーズの個別レビューとか始めたのは、シルバーリンクライさんの意味もあるんだけれども、プリアシリーズは、2022年現在でテレビアニメ化されたフェイトシリーズ、という括りだと、バゼット、フラガ、マクレ3つの、戦闘シーンが存在する唯一のシリーズなんだよ。肝心のフォローがアニメ化してないしね。月姫が今後進んだらわかんないけど。そういうわけで便乗シリーズなんだ。ということでプリアツバエのあらすじをまず解説していくよ。でん。無印でミユと共に暮らすカード7枚を集めきったイリア。リンとルビアも怒られて、冬木に帰ってくる、イリアに日常が戻ってくるか、と思っていたのだが、冬木の大空洞の誘脈を封印しようとした時、イリアからアーチャーのクラスカードを使って権限したもう一人のイリア、クロエが分離する。FGO 君はインタールードで、黒刀の夢、クロエ、ジーク君、グレータン、エリチを永遠に配布し続けろ。マジで FGO 君のクロエ有能だからな。で、そのクロエなんだけど、声優こそ斎藤千和さんだけど、コンセプトとしては、ステイナイト世界のエリア、ぽい感じ。エミヤキリツグがゼロとは違う、選択肢を選んだ未来が、プリズマエリア時空であることが、改めてツバエで判明するんだよね。イリアは、寿命の問題も解決するために、一度生まれ直してるっぽいんだけど、封印されていた、アインツベルンの最終兵器としてのイリア、本作だと、黒がどうなるのかという話よね。このプリアツバエの黒編、タイプムーン世界界隈は20年前の同人時代の月姫から、普通じゃない女、の話で言われてるが、普通、ではない世界で生まれた子は、日常、を送ってはいけないのか、みたいなイチャモンをつけられることが、結構あったんだよね。その問題に対するアンサーが、プリアツバエの黒編なのよね。イリアとクロの衝突が、プリアツバエのテーマだけど、普通、とは何かという疑問が、クロによってぶつけられる話。この辺イリアちゃんも悪いよね。嘘と強がりの向こう側、クロ編の決着による、一つの帰結があるし、プリアのテーマを示していると思う。まああれだよね。かまど兄弟とジークくんやエリチの違い。かまど兄弟が異常者になったのは、外部の鬼による犠牲でもある。王妃の神かぐら伝えたお侍さんも無惨様被害者だからな。片付き設定詰められてる、先天性異端者であるホムンクルスのジークくんや、謎設定満載のエリセという対比ね。イリアとクロの対比でもある。異世界ものがやたら流行ってて、現地住人とのコミュニケーションとか、テーマになってる話とかも割と増えてるし、時代が追いついたって感じかな。ごたく抜きでも、クロ編は、かなりいい話なので、その辺でも完成度高いわよね。無印のミユとの出会い編もだけど、プリアは一つ一つのエピソードは、じっくり書かれてるのが良いところだね。そこから黒交えての日常会を少し挟んでから、時計塔からクラスカード回収にやってきたバゼットさんとバトルするよ。プリア世界でもくっさ強い人。あの人、現代の人類では最強クラスの魔術ゴリラなくせに、フラガラックとかいう大宝具もあるから強えよな、という大前提をリスペクトしつつ、敵に回すとマジで面倒くさいバゼットサンプリをプリアツバエでアニメで味わえるよ。なんとか一度帰ってもらうまでが大変。個人的には帰ってもらった後の、ルビアの政治的にバゼットに報復して、なんとか仲間につける展開が、結構好きなのですが、それはヘルツの話。結論としては、黒編。バゼット編に分かれてる感じよね。それプラス日常パートだね。シロウが幼少時に料理の練習をする話は、イリアが妹だからこそのエピソードで、なかなかいい味出してて好きだよ。エミヤご飯でも、シロウの過去の料理会やってたり、プリアの影響が生きそうよね。藤村先生、と、
プリアで保健の先生やってるカレンのこととかな。アトルビアさんが、美しきハイエナ扱いされてても、イリアとクロは否定しないと思う。しょうがないね。そしてミミちゃんも、イリアちゃんとクロちゃんのせいで、性癖を破壊されてしまう。なんかアロハの人に近寄ってただけの子が。そして沖田さんが、エンディングで走るアニメは名作、言い出してるけど、プリズマ先輩もエンディングで走っているぞ。総評としては、エンディングでイリアとクロとミユが、走ってるので名作です。スバイ2部作は、バトル面でも日常面でも、バランスがいいのが特徴よね。プリアシリーズは今見てもマジで良作なのでおすすめですね。そんな感じのプリアマラソンにクール目でした。